会場の発達をしていきましょう。比嘉海鮮樽海鮮です。松井塾です。ああ、疲れた。はい。というふうな形で今日もやっていくわけなんですけれども、会場交通の発達という形になります。今でこそですね、もうなんか大和運輸さんや、佐川急便さんの要するにですね、まあ独壇場と言ってもいいかもしれませんが、運送業界っていうとなんかそういうのが独壇場みたいな状態になってるじゃないですか。まあ他にも日通とかもいろいろ、日通さんとかいろいろね、あるんですけれども、まあなんかもうトラックで運送するのがもう当たり前。もうなんか明日今日注文したら明日明後日にはもう届くのが当たり前みたいな感じになってますが、この時代はまだまだ陸っていうのは自動車があるわけではないので発達してなかったんですね。じゃあ何が発達してましたかっていうと、海なんですね。海。ね。海で発達していましたよという形になります。で、一つ目がこちら。東海線。これ東海線と呼びます。東海線。で、もう一つは樽海線。はい。じゃあ、これ何がポイントになってきますかっていうと、東海線っていうのは、すごく大きな船で、大量のものを運ぶというのが東海線だったんですね。一方、樽海線っていうのは何かっていうと、樽海線っていうのは、要するに小さな船でお酒なんかを運ぶっていうのが樽海線だったんですね。じゃあ、どっちの方が発展しましたかっていうと、みんなね、これ質問するのに絶対に東海線って言うんですよね。なんかでっかいんだろって、でっかいもんたくさん運べんだったら東海線じゃんっていうふうな形になるんですけど、違う。そんなんで行くんやったら、ね、皆さん考えてください。大和運輸さんのトラック、4トントラックとかになってます？でっかいトラックで運んでます？なってないでしょ？ね。だからこういうね、日常にも実は勉強あるんです。なんで東海線と樽海線で、小さい海線である樽海線の方が発達したんだろうって言ったら、大和運輸さんの要するに運送を見たらいいんですよ。ね。そしたら、ちっちゃい、ね、でっかいトラックでもちろん運んでる時もあるけれども、ちっちゃい要するに自動車で運ぶこともあると。いう風な形になってるわけですね。だからといってでっかいのがいらないってわけではないんですけど、こっちの方が発達しましたよという形ですね。小回りが効いたやつで、少ない荷物をたくさん、運べる方が、実際は便利ということになるわけですね。はい。というわけで今日は、東海線と樽海線についてお話しさせていただきました。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。